今の剣に選ばれしハイラルの勇者よ。そのたゆまぬ努力と結実せし剣技を認め、女神ハイリアの名において祝福を授けん。空を舞い時を巡り黄昏に染まろうとも、結ばれし剣は勇者の魂とともにさらなる力がそなたと、そして大魔の剣に宿らんことを。遥か遠き過去に生まれし、やれやれ、前途多難みてえだな。何言ってんの。お月の騎士任命の記念に太古の伝説真似てみろって林立てたのあんただろう。とはいえ彼に対する態度に関してはあの姫と気が合いそうだよ。僕しょうがないよ。おひいさまにとっちゃあいつの存在はそうコンプレックスの象徴みたいなもんだから。これからゴロンシティに向かいます。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし使いようもわかります。だから私は必ずあれを薬剤ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか。やはり反応しない。この方の遺物は大魔の剣に選ばれた者のための施設、それは間違いないけれど肝心の起動方法がわからない。どうすればこの中に入ることが。今日は付き添わなくてよいと伝えたはずです。いくら国王の命令であっても当の私が護衛など必要ないと言っているのです。城に戻り父にそう伝えてください。ついてこないでください。大した傷では
ないようですが。けれど、このところ少し無茶しすぎです。あなただって不死身じゃないんですよ。最近、魔物に襲われたという報告が増えています。あのような強靭な種族までも混じってきていると。やはり、これは薬剤復活の予兆と考えるべきなのでしょうか。さあ、急ぎましょう。最悪を想定し、万全の構えを敷いておかねばなりません。これも、そう、あれも。ハイラルの花は綺麗なだけでなく、染色や加工の原料になるものも多いんです。これは姫静かといって絶滅危惧種の花なんです。少し前から人工栽培を始めているのですが、なかなかうまく繁殖してくれなくて。もしかすると絶滅するかもしれない姫なのです。珍味で有名な食用種ですが、最近の研究で人の能力を向上させることが分かってきたんです。今城の者たちを対象に効能を詳しく調べているのですけれど、類いまれな身体能力を誇るあなたにもぜひこの研究調査に協力してもらいたいのです。さあ、さあ、いつまで経っても止みませんね。お父上の跡目を継ぐべく騎士の道を選び錬磨を続け、そしてあなたは大馬の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。それは素晴らしいことだと思います。でも、もしもあなたに剣の才能が全くなくて、それでも周りの人たちから、お前はこの絵の家に生まれたのだから絶対に騎士にならねばならないと言われたら、そう言われ続けたとしたら、あなたはどうしていたと思いますか？王家の姫が代々受け継ぎし薬剤を封印する力、それは祈りによって目覚める聖なるもの、そう聞かされて育ちました。けれど、母が言っていた体を満たす霊力も、祖母が耳にしたという精霊の声も、何一つ私には感じられない。父には何度も叱られました。それはお前が学者の真似事ばかりやっているからだと。でも、幼い頃からどんなに頑張っても祈っても、古代の神ゆかりのこの地にすがってすら、聖なる力が私を唱うことはなかった。教えてください。私には何が足りないのですか？辛抱強くなだめてあげれば馬には必ず気持ちが通じる。あなたに教えてもらったおかげで本当にこの子と仲良くなれました。この王家の装備も最初この子にはあまり似合わないかなと思っていたんですが、今ではすっかり馴染んで見えるんです。相手を思う気持ちって大事なんですね。
あの向こうには知恵の神ネールより名をいただいたラネールという山がそびえています。弱い17に満たぬ者、知恵なき者として入山を禁ずる。ラネールはそんなしきたりを持った山なんです。力の泉でも勇気の泉でも私の力は目覚めなかった。でもあの地なら、知恵の神ゆかりのあの泉でなら、もしかしたら。根拠は何もありませんけれど、わずかでも可能性があるのなら、私はそれにすがりたいのです。明日私は17歳になります。あの山に行ってみようと思います。で、どうだった姫さん、神の山での修行はよ。目覚めなかったんだ、封印の力。ごめんなさい。お姫様、頑張ったんだろ。それでダメなら仕方ないよ。それにこの山での修行が全てってわけじゃないさ。案外何かのきっかけで封印の力は目覚めるかもしれない。 ありがとう、ウルボザ姫様。うまく言えないんだけど、私考えてみたの。私が治癒の力を使うとき、何を思ってるんだろうって。そしたらそれは、姫さん、やつは俺たちだけで何とかしてみせる。よし、みんな自分の神獣に乗り込んで厄災を打つ準備だ。俺たちはリンクがガノンと戦う時に一斉攻撃をかける。相棒、おめえはハイラル城へ。しっかり援護してやるから、思いっきりガノンの野郎をぶちのめせ。さあお姫様、あんたは安全なところへ。いいえ、私も行かせてください。何もできないかもしれないけれど、せめてみんなと一緒に。私
の力に目覚められず、カノンに立ち向かうはずの異物たちまで奪われ、私が今までしてきたこと